今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録のお時間がやってまいりました。今回は福島ダート 1700m の血糖傾向分析をお届けいたします。福島ダート 1700m を得意としている種ボバ、またその3区の買い時ポイントを掘り下げてご紹介していきます。久々のコースデータ分析の動画公開となるわけなんですが、今回もですね、手短に、できるだけ短めの動画でまとめてお届けいたしますので、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、それでは早速見ていきましょう。なお今回、動画でご紹介のデータはすべて2017年から2021年の、直近約5年間分のデータを元にした分析となります。あらかじめご了承ください。まずはじめに見ていただいておりますのは、福島ダート 1700m の、3区勝利数順に並べた種ボバランキングです。他のダートのコースに比べてハーツクライ3区の構想率の高さが目立ちますね。あとは、シニスターミニスター3区の、構想率回収率の高さが目立つところです。あとヘニーヒューズ3区はさすがだなといった、構想率の高さになっているんですが、ちょっと回収率はいまいちかなといったところですかね。それではですね、これ以降では、各種ボバの3区データをいろいろな角度から分析してみて、高い構想率が見出せたデータに、限定してピックアップしてご紹介をしていきます。まずはですね、冒頭の3区勝利数順の種ボバランキングではランク外だった種ボバの中から、3区の成績が良い注目種ボバを2頭ピックアップしてみました。エスポワールチー3区と北高タルマイ3区ですね。いずれもかなりの、ハイアベレージですね。高い構想率と高い回収率を記録しています。今のところマイナーな種ボバなんですが、福島だと 1700m で、この2頭の種ボバの3区を見つけたら要注意かなと思います。特に北高タルマイ3区についてはですね、まだまだちょっとデータサンプル数の少ない状態なんですが、連帯率 46.2% とかなり、高い確率で連帯をするデータとなっています。福島だと 1700m、 北高タルマイ3区特に今後要注意かなというデータになっております。はい、続きましてはこのコースにおいて高い構想率回収率を誇っているシニスターミニスター3区について掘り下げます。シニスターミニスター3区については性別ごとで成績を分けて抽出してみたところ、成績データに大きな偏りが見られましたのでご紹介をします。見ていただいてます通り、牝馬に比べて、ボバ1000馬の方が圧倒的に、構想率回収率高くなっております。単勝回収率ボバ1000馬に限れば 410% と、かなり高い構想率を記録しています。シニスターミニスター3区、福島ダート 1700m では、牝馬よりもですね、ボバ1000馬の方を積極的に狙った方が良さそうです。はい、続きましてはこちらも、このコースにおいて高い構想率を誇っていますヘニーヒューズ3区について掘り下げていきます。ヘニーヒューズ3区については枠順別の成績出してみたところ、かなり大きな成績に偏りが見られました。1枠から2枠に入った時成績全く振るわないんですが、7枠から8枠に入った時はなんと連帯率 31.6% と、1枠から2枠の時に比べてですね、成績が爆上がりする形になっていますので、明らかにヘニーヒューズ3区、このコースに限定した話ではないんですが、内枠の時よりも、外枠での出走の時の方が狙い目となりそうなデータとなっています。ヘニーヒューズ3区全体でもかなり高い構想率を誇りますが、内枠と外枠でかなり成績偏りますので要注意です。続いてはこちらですね、珍しくダートのコースで好成績だった、ハーツクライ3区について掘り下げていきます。こちらも、先ほどのヘニーヒューズ3区同様枠順別の成績をご覧いただいておりますが、先ほどのヘニーヒューズ3区とは逆で、1枠から4枠内枠に入った時の方が良い成績だというデータが出ています。5枠から8枠の時に比べてですね、1枠から4枠比較的内に入った時の方が成績かなり、良い成績になっています。
になっています。まあ、特に牝馬に限定するとですね、1枠から4枠に入った時の牝馬に限定するとなんと副賞率 50% と、まあ、2回に1回は馬券に絡むデータとなっています。ハーツクライ3区ですね、外枠よりも内枠のが狙い目、特に1枠から4枠に入った牝馬は確実に馬券に組み込むようにした方が良さそうです。はい、続きましてはちょっとマイナーな種牡馬になるんですが、ブラックタイド3区について掘り下げます。ブラックタイド3区については馬場状態別の成績を見ていきます。両馬場と両馬場以外、八重山から不良馬場の時の際の、2分割したちょっとデータを出しているんですが、まあ、ブラックタイド3区明らかに福島ダート 1700m では両馬場の時はちょっと成績あんまり、良くない形なんですが、八重山から不良馬場、湿ったダートに限定するとなんと勝率 22.2%、 副賞率 38.9% とかなり高い高走率を記録しています。なおですね、ボバ1000馬に限定するとさらに成績データ向上しますので、福島ダート 1700m においてですね、まあ、ややおもから不良ババの際に、ブラックタイド3区のボバ1000馬を見つけたら要注意かなというデータになっております。はい、それでは最後にですね、ブラックタイド3区同様ですね、ボバ1000馬に限ったデータにはなるんですが、八重山から不良馬場の際に好成績の注目種ボバ3頭をピックアップしております。オルフェーブル3区、ハーツクライ3区、スマートファルコン3区、この3頭の種ボバに関しては、見ていただいてます通りボバ1000馬に限るとですね、福島だと 1700m において八重山から不良馬場の際にかなり好成績となっています。ぜひ覚えておいてですね、八重山から不良馬場の際の、福島ダート 1700m のレースを予想する際にぜひご活用いただければなと思います。はい、以上福島ダート 1700m の血統傾向分析をお届けさせていただきました。福島ダート 1700m のレースを予想する際にはですね、繰り返しこの動画をご視聴いただいて、参考にしていただければ嬉しいなと思います。血統データ備忘録 YouTube チャンネル、今後も、こういったコースデータ分析だとか、1頭の種牡馬にフォーカスを当てた種牡馬データ分析などなど、レースの予想に役立つデータをどんどん積極的に発信してまいります。現在ですね、チャンネル登録者数が1000人目前となっていまして、今後もですね1000人目指して、チャンネル登録者数1000人を目指して積極的に、配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録していただきまして、次回の動画でまたお会いできればと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。